はじめまして、ストーモモです。私はいつも話が長いって言われることが多いので、今日は自分のことを私なりに手短にお話ししたいと思います。6月に解散したんですけど、アイドルしてました。今は次のことを始める準備期間中みたいなもので、実質クソニートしてます。自分の好きなところは人懐っこいところで、基本誰とでも仲良くなれます。愛嬌が取り柄です。自分でもずるいなって思うんですけど、昔からこそこそ努力するのが好きです。なんか SNS は自分でなんか自分のことを発信するものだと思うんですけど、私は人に対してこういうの頑張ってますっていうアピールをするのがすごく苦手で、できないので、できなくて自分のことを隠しちゃうところがあるので、勝手に秘密主義だと思ってます。昔はコンプレックスがたくさんあって、なんか自分の好きなところとか、なんか10年間バレエしてたからか、指がちょっとなんかちょっとだけ綺麗なところしかなかったんですけど、最近はなんかそのこそこそ努力してるこそ努力のおかげか、少しずつ自分の好きなところが増えてきて、毎日生きるのがすごく楽しくてハッピーです。ミス ID に応募した理由は、人生1回しかないので、この顔に生まれるのはないかなって思って、どうせだったらなんかもっといろんな人に知ってもらいたいと思って、自分の顔面と存在を広めたいなと思ってミス ID を応募しました。以上です。ちょっと藤田ニコルちゃんっぽい感じっていうか、最近言われます。ありますか？なんかありますか？今顔ですよね。今顔、今っぽい顔ですよね。そう、今は生きてる感じする。乃木坂の川越さんが灰持ち解散を惜しんでました。そう、なんか川越ひなちゃん、そう、なんかすごい灰持ち好きって言ってくれて嬉しくて止まらなかった。